どうも、生涯収支マイナス2億円くんです。本当です。明日ですね、関屋記念、開催されるということで、はい。本気の競馬予想をしていきたいなと思います。ただですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は、生涯収支マイナス2億円くんなんで、来ません。まあ、正しく、僕が買わんかったら来るし、買ったら来ません。なんですけども、予想本気でやりたいということで、明日の関屋記念の本命発表していきたいと思います。はい。関屋記念の本命は、14番ロータスランドですね。はい。14番ロータスランドです。ね。2021年、おととしの関屋記念勝利馬で、その時は、斤量の軽いソングライン、新潟紅者の空手と有力馬を抑えての勝利でした。はい。新潟成績1100と、まあ、経験こそ少ないんですが、しっかり適性は示してます。はい。メンバー的にも手薄な印象で、戦ってきた相手を考えると、ここは圧勝してもいいと思ってますね。はい。ただ、前走前々走が、まあ、G1 でかなり仕上げていたことを考えると、お釣りはないと見てまして。うん。今回の仕上がり具合は、馬体重と返し馬をしっかり見て、判断したいです、正直。ね。対抗は13番、サクラトゥジュールですね。内枠の人気は2頭も気になりますが、前走のメイステークスでなかなかのメンバー相手に勝ち切ったことを評価して対抗にします。はい。まあ、かなりムラのある成績で負けるときは大敗しているんですよね。まあでも前走を見る限り、現在の11番人気はちょっと舐められすぎだと思うので、はい。人気落ちしているここを狙います。ね。ちょっと最終追い切りにトラブルがあったみたいで、はい。不安は残りますが、今回それも含めて人気薄になると踏んで勝負します。ね。さあ、がっつり展開予想なんですけども、展開予想。スタートして、5番セルバーグ、12番ノルカソルカ、外からは14番ロータスランド、16番ラインベックが花争いをするが、ノルカソルカが花を取り切ると。はい。番手争いは、セルバーグ、ロータスランド、ラインベックに加えて、4番、コンシリエーレ、8番、ララクリスティーヌが争い、ここはセルバーグが番手を取ります。はい。先行争い、少し後ろに、2番、アベラーレ、3番、フォルコメン、9番、ミッキー・プリランテ、ミッキーブリランテ。13番サクラトゥジュール。17番ビューティフルデイが追走すると。中段から後方にかけて、1番ディビーナ。6番フラーズダルム。7番フィアスプライド。10番川北レブリー。11番名称新竹。15番アナザーリリックが足を止めます。道中は縦長の隊列でややスローペースと予想します。はい。3、4コーナー中間から徐々にペースが上がり、隊列が詰まっていき、内からディビーナのまくりを見て、後方各馬が仕掛け始めると。ね。ノルカソルカを先頭に直線に入るが、番手のセルバーグ、すぐ後ろのロータスランドが差を縮める。残り400メートルで内からディビーナ、アベラーレ、コンシリエーレが足を伸ばすと。はい。中からは、フラーズ・ダルム、ララ・クリスティーヌ、外からは、名称・シンタケ、サクラ・トゥ・ジュール、ラインベックも追撃態勢に入ります。残り300メートルで、ロータス・ランドがノルカ・ソルカを捉えて先頭に立ち、差を広げにかかると。
外から名勝新竹、サクラトゥジュールも猛追して、最後はロータスランドが押し切る形でゴール。はい。以上、展開予想でございました。あとですね、まあ、今回なんとですね、ディビーナに電話しました。はい、厩舎関係者やジョッキーではなくですね、ディビーナ本人に電話しました。まあ本人というか本場なんですけども、ディビーナね、なんか昨日かな、この金曜日にですね、実は、大魔神佐々木と喧嘩したらしい。馬主ですからね。大魔神佐々木と喧嘩して、なんか言うこと聞かんかもやって。なんか給料休みだに言ってたよ。はい。結局ほつれていくのは金やね。ね。で、ショックですが、まあそんなことを喋ってました。はい。改名なんですけども、改名は、生まれん、流し、軸、14、相手、1、2、6、8、11、13、15、16の計8点でいきたいと思います。ね。さあ、初心に戻って先週ぐらいから、ね、改名もちゃんと発表してます。で、今日からはテロップも全部でつくようになってますんで、皆さんね、パチンコ打ちながら見てほしいと思うんですけども。まあ、ちょっとね、その、状態は、ほんまはね、直前まで気になるんですが、まあ今の状況、この、土曜の早朝、まあ、金曜深夜から繋がった土曜の早朝に、しんどい、言えるのはこんな感じですかね。以上です。おー、疲れた。はい。まああとちなみに、まあ、小倉記念なんですけども、もう一個の方ね、こっちはまあ、こっちはあんまりちゃんと予想できてなくてですね、買い目とか展開予想がないねんけど、まあ、ヒム候補だけ言うときますわ。こっちはおまけ。まあ、マリア・エレーナとかね、はい、ゴールド・エクリプスは、まあ、もちろんいいとして、テイオ・シリウス、エヒト、エニシの歌あたりの中穴と、大穴でスタッドリー、ワンダフル・タウンら辺もよろしくお願いします。まあ、これは本当に参考程度にしてください。以上ですね。はぁ、疲れた。な、革ジャンの季節やね。しかし。ね、たこ焼き革ジャンシリーズ。この中、食べ物のやつね。最近も気に入ってやってますが。気づいたらもう7月も、まあ、8月、この、お盆前ですけど、ずっと革ジャン着てたから、俺、革ジャンやわ。あ、まあ、その、革ジャンと、まあ、ジャージもたまに着てるかな。でもそれも長袖でしょ。結局もう、どんぐりたけしごめんな。というわけで、まあ、ちょっと関谷記念に絞って、皆さんで明日、頑張りましょう。この暑い夏を、ね、あれしましょう。よいしょ。